チューブを使ってトレーニングお願いします。下半身で一本足でこう立っていく、全体が竹ちくわみたいな作っていきます、はい、で次に今度は軸足、左足をちょっと前に出してもらって、で右足アキレス腱伸ばしみたいな感じしますね、うんうん、必ずかかとはくっつけてもらって、でそこで膝をこう曲げていきます、はい、でつま先と膝まっすぐにして、はい、これがこうならないようにまっすぐです、まっすぐね、ここを固定させます、はい、でチューブは引っ張るっていうよりも軸足で引っ張ったチューブを支えるイメージでそのまんまクッと上げる、はいはい、となってきたらここで今支えてるわけです、はいはいはい、だここに負荷がかかります、はい、でこっちはね膝曲げない、今いいフォームになってるので、はい、ちょっと一回横から抜きましょう、でアキレス腱伸ばしで、はい、そのまま上げる、でそうこれで軸足でキープする、はい、でこっちは伸ばす、はい、でバランス取る、バランス取る、で今どこの筋肉が反応できてるかって言ったら、うん、太もも、うん、はい、足首、うんうんうん、で伸ばしてお尻、もも裏、はい、足首、はいはい、いろんなところにこう負荷がかかってるわけですね。これこうならないようにならないようにしなきゃいけないです、ね、やっぱりここはもう竹地区はね、はいはい、ぐにゃっとこう折り曲がらないようにしてください。でまっすぐした状態でだいたい10秒、ね、キープします、はい、これ左右ね、はい、でちょっと反対もやってみましょうかね。悪い、まっすぐしたと、まっすぐ、まっすぐ上げ、地区は上げる、はい、こう曲げないでね、はい、ピッと伸ばして、はい、ここは竹地区は、はい、お尻、もも裏、足首、膝周り、足首、ね、ここまでこうトレーニングできています。はい、これを10秒ね、やってしっかりと立てるようにしたら反応ができるようになるので、こういうのを何回も何回も繰り返していって、チューブを取った時にちょっとこうやってねボールを蹴った動きをすると、あ、軸足が安定してるっていうふうになるので、ちょっとそういうふうにどこに負荷がかかっているかっていうことをやりながらチューブトレーニングすればいいかなと思います。じゃあ3つ目はね、足首でつけるやり方でもいいんですけど、まあ、膝につけてねやるパターンもあるんですよ。で足首だと結構負荷は強い、膝だと負荷は弱い、でそれをちょっとね感じながら今じゃあ膝についてね、でそれでゆっくりこうやって左右に動かしていく、そうそんな形でね、でちゃんとここは竹地区はでお尻で支える、下半身で支える、こういう左右の動きをすると、この時にこうぐらつかないとか、いきなりこうグラグラしないとか、そういうことだ。まあ、こういうのが できるようになっていくと、この反応にねつながるような動きになってくるので、こういう基礎的なものをね、作っていけたらいいかなと思います。そしたらですね、まあ、チューブのどこにつけるかっていうね、部分なんですけど、基本的には軸作り、足首周りをしっかりこうトレーニングするチューブになるわけですね、はいはいはい、ということは足首につけた方がちょっと強度が高いです。あ、なるほど。これ、はい、膝につけるってあるじゃないですか、はいはいはい、膝につけたらやっぱ足首から距離離れるのし、で足首で支えてないんで、これはもう膝で支える形になるので、はいはい、どちらかというと上半身から離れているところの方が負荷がかかります。あ、なるほど、はい、立てる距離も長いし、はい、距離も長いし、はいはい、なのでこれからやるチューブトレーニングで足首でできるようだったらもうそのままやり続けてもらって、うん、足首でできないようだったら膝に巻いて、でそこから少しずつねステップアップしていけたらいいんじゃないかな。あ、なるほど。最初のうちはもしかしたら膝から始めて足首がいいかもしれないし、はい、もういいかもしれないし、そうです、はい、昨日でも足首が大事なんです、はい、例えばね膝からやってるじゃないですか、はいはいはい、じゃ膝できましたよって言ってこれ、うん、袖の途中に止めるとかっていうのもあり、あんまりないですねあんまりなんかずれやすいから、ずれやすいもそうだし、すね毛が入ってる状態、クルッと絡んで痛かったりとか、はいはい、でここはね、そうでもなかったりするので、はいはい、結構中途半端な位置になるので、そうしたら膝と足首の方が分かりやすいかな。あ、なるほど。膝でできるのはもう足首に、はい、足首、はい、まあすねでもいいんですけどね、うん、あのまあ自分のやりたいようなところが一番ベストなんだけど、でも最終的には足首でしっかりね固定させる、安定させるということが大事です、はい、じゃあそしたらですね、はい、10回やってみましょうか、はい、でポイント、体の軸をぶらさない、うん、体を折り曲げない、うん、で手を胸に置いて、でチューブは緩めない、はいはいはい、で膝とつま先同じ方向を向ける、はい、でそれを意識しながらじゃあ10回振っていきましょうか、はい、せーの、ゆっくりね、1、2、いい感じ、3、4、お尻意識してる、5、6、この時7、
はい、8、9、9。はい、OK。はい、おお。できるだけここにいきなりこうなんじゃなくて、うん、止まるぐらいはちょうどいい。止まる感じでね、あと1本の軸を意識して。まあ、できる人は20回、30回できると思うので、まあ、10回っていうのがまず基礎として。でそれを3セットやるか、まあ、20回、30回を続けていくか、まあ、そういう形でやってもらえたらいいかなと思います。意識をお尻にすれば、うん、こう使ってるって感じするんで、疲れてきますね。はい、じゃあ次は片足バランスですね。ですね、はい、これで上げて、膝とつま先も同じようにして、はい、同じ方向向けて、で膝しっかりピンと伸ばす。してで、はい、手胸、はい、はい、ここ1本の軸を作って、はい、これ10秒間キープですね。はい、じゃあもう一回いいですか。はい、はい、アキレス腱を伸ばす形にして、膝のつま先同じ方向で、体は折りたたまないでまっすぐにして、はい、でそのままゆっくり体を一本で倒して、で足上げる、後ろ足を上げる。はい、はい、ストップ。はい、1、2、3、4、5、6、7、8、9、OK。反対は横にしようかな。横にしますね。OK ですね。はい。よし、膝、足、膝、同じ、はい、じゃあ後ろ足を、はい、パッと上げて、ストップ、はい、1、2、3、4、5、6、7、8、9、はい、OK です。今ね、あの体の軸をぶれない片足でしっかり立つっていうトレーニングだったので、これも10秒を1セットにしたとしたら、まあ3セット、うん、これ20秒よりも10秒の方がいいかなと、正確にねできるような形にしてください。次のメニューですね、はい、膝にチューブを巻きます。で骨盤よりもちょこっとだけ広めにとってもらって、はい、広げてる方がなんかグリリリってならないから、あ、なるほどね。広げてる方がいいかも。広げた状態でね、でやっぱり足首がね外に向かないようにして、じゃあ、まあ、狙うのはこのお尻の横なので、うん、つま先まっすぐで、この状態で少しだけ重心を落としましょう、はい、で重心を落として体がね前に行かないようにして、必ず足裏べったりくっつけた状態で、くっつけた状態で、あ、手はフリーでいただいて、フリー、うん、くっつけた状態で横にゆっくり動かして、横にね、こういうとこ、そうそうそう、足ついてもいいので、ここで軸作ると、あ、そうです、そうです、足ついてもいいので、はい、これをまあ10回ですね。引っ張るときにこの意識と、支えるときにこの意識か、お尻の意識ですね、はい、あと頭、この軸がね、はい、動かないようにする、こうならないようにってことですね。そう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 、はい、これをじゃあ10回やりましょうか、はい、ね、はい、じゃあ少し骨盤よりも広めにとってもらって、つま、はい、先まっすぐ、はい、重心低く、で足裏べったりくっつけて、じゃあ左右に10回動かしていきましょう、はい、せーの、1、はい、2、3、4、5、6、7、8、9、10、OK、うん、ね、まあ、フニスさんみたいにこの軸をね、しっかり意識すると、やはりこう当たる時のね、この軸の作りができてくるので、やっぱり必ず頭を動かさない竹ちくわを作って動くということが大事になるので、まあこれ今10回やりましたけど、まあこれも2セットから3セット、これ20回もやっても大丈夫ですので、まあ極力ここにねしっかり刺激入れるようにこうやってみてください。はい。